社土偶は宇宙人ではニャニャニャかった今から34,000年前の縄文後期関東地域限定で筒形土偶が作られました手も足もない筒の上部に人面があります私は横浜の稲荷山貝塚から出土した筒形土偶を見て思わず 岡本太郎が制作した大阪万博のシンボルタワー「太陽の塔」を連想してしまいました岡本太郎は縄文の大ファンだったから「太陽の塔」はこの筒形土偶にヒントを得たのだと思われるなところで出雲神話に登場する櫛灘姫の父母の名は「手名づ 足なづちであったのを知っておるかな？ずちというのは蛇を表す。水地のことであるから、手のない蛇、足のない蛇ということになるな。民族学者の吉野弘子も、手なし、足なしは蛇の特徴である。 ということで、この神話の登場人物は、ヘビをトーテムとする集団だと考えていたよ。土偶はすべて神霊の甘くなりを願う若い女である、というのが博士の持論でしたね。神霊であるオスヘビが土偶の女性に甘くなることで、女性は神がかり、 甲骨のうちにトーテムである蛇へ変化しているとということはこの土偶が手なし足なしであるのも女が蛇に変化しているということですねおうおうその通りちゃよ玉はよく見聞きしそして忘れず賢者の資質を備えておるの とかっていますねおいおい恐れ多くも土偶への心霊の天下りと役人の天下りを一緒にしてはいかんよ。官僚の天下りは腹下しより100倍も1,000倍もたちの悪いものであるよ。それはどうも失礼しました。 太陽の塔のような筒型土偶から何が読み取れますか土偶の女の眉は紙蛇を表すわらび手文様であることはもう言わずもがなじゃな次に腹を見てごらん。2匹の蛇が絡み合い六玉を抱いているじゃろう。六玉といえば 三玉と三玉そして絡み合う2匹の蛇といえばあの世に召された先祖であることは明白じゃな。要するにこの筒形土偶に表現されたものは先祖の魂である六玉が土偶の女を介して新生児へ授けられるという先祖再生のストーリーに他ならぬよ。 では茨城県戸田鉄氏の土偶の場合はどうですか？土偶の眉はやはり同様、紙蛇を表すものであるな。こちらの場合は両肩の部分にトグロを巻く2匹の蛇がいて、トグロの下にそれぞれ3玉があるのが特徴じゃな。両肩にいる蛇は。 あの世で絡み合う二匹の蛇が神蛇の働きで分割された姿を表しているよ。そして胸元からへそへ筋がある。分割された二匹の蛇はこの筋を通ってへそから子宮に入り、新生児の命となるのだよ。それともう一つ。 博士に聞きたかったのは、ルーマニアのビンチャ文化の石偶のことです。なんとその石偶は筒型で、これらのどぐっとそっくりで驚いてしまいました。ルーマニアにも縄文人がいたのですかね。さすがのわしもそこまでは言い切れぬが、 ヴィンチャ文化と縄文文化にはたくさんの共通点があって興味深いよ。どちらの文化もヘビトーテム信仰に根ざす文化であったのじゃなそして重要なことは縄文土偶の造形に込められた情報量の方がビンチャの赤偶の情報量よりも圧倒的に多いということ。 それと縄文文化の方がはるかに長く続いたよ。よって縄文の遺物から得られる知見も圧倒的に多いと言えるだからわしは縄文研究の成果が東欧の考古学研究にも生かせるものと確信しているのじゃよ。いやいや世界進出ですね。 それがのうわしはひこうきがこわくてのれないのじゃよ。